今回のテーマとしては縦目の表ソフトを使用することによるメリットについて詳しく解説をしていきたいと思います。この動画は私個人の意見であり、参考程度にご視聴ください。ではお話ししていきますね。以前横目の表ソフトを使用することによるメリットを、お伝えをさせていただいたんですけど、今回は縦目ですね。縦目こそザ表ソフトって言われることが多いと思います。実際そうですよね。やっぱ横目ってどちらかというと、裏に近いと言われがちなんで、裏ソフトから変化を求めて縦目の表ソフトを使っていく。ただ縦目の表ソフトを使う上で意識してもらいたいポイントとか、いい部分、メリットって完璧に理解している人って少ないと思うんですよ。なので今回は私個人の考えとして、縦目の表ソフトを使うことでどんないいことがあるのかについて解説をしていきたいと思います。メリットの1つ目としては、球離れがよくテンポよく速いボールを打っていくことができるということです。縦目の表ソフトって、裏ソフトラバー、横目の表ソフトに比べてやっぱり粒がちっちゃい分、球離れが速いんですよ。その分簡単にパチパチパチってスマッシュ気味のボールも送れますし、連打もしていけるんですね。やっぱり持ちが強すぎるラバーとかだと、やっぱりその分打つたびに回転がかかってしまったりであったり、ボールが上に飛びすぎてしまってなかなか連打ってできないことがあるんですけど、やっぱり縦目の表ソフトの良さですよね。球離れが速く気持ちよくパンパンパンって打っていけるんですよ。いわゆる爽快感ですよね。そちらの方があると思います。ラバーの個体差はあっても、やっぱり他のラバーに比べて縦目の表ソフトは比較的弾くっていうことがすごいやりやすいラバーだと私も感じております。こちらが1つ目のメリットになってきます。2つ目のメリットとしては、ボールが直線的で相手の嫌がるような弾道、ナックルを出しやすいということです。これも表ソフトの売りですよね。やっぱりナックルであったり、相手を詰まらせるような直線的なボール、これを出しやすいのもやっぱり縦目の表ソフトです。今ここに持っている森下 SP でもやっぱりナックルはすごい出てくれますし、ボールも直線的になってくれます。そういったボールをパンパンパンって打っていくことで、得点につなげることもできますし、合わさせたボールを次仕掛けていくことも可能になってくるんですね。いわゆる表らしいボールですね。また自分から上から攻めていくのにも適しているので、バック表選手であったり、上から攻めていきたい選手にすごい好まれるラバーだと思います。そういった嫌らしさを求めて縦目の表ソフトを使うことは全然ありだと思いますので、こちらが2つ目のメリットになってきます。3つ目のメリットとしては、これすごい重要なんですけど、回転の影響を受けにくい分、対下回転のボールであったりレシーブがやりやすいということです。レシーブのやりやすさで表ソフトを使う方ってやっぱり多いと思ってるんですよ。それこそフォアに自信があって、そのフォアにつなげるためにレシーブだけ表ソフトで行う、あとはオールフォアっていう方も結構いらっしゃいます。森田コーチそうなんですよね。私が聞いた話なんですけど、それだけ表ソフトってレシーブがやりやすいんですよ。バック表選手でもそうですし、フォア表、ペン表でも、その表ラバーをしっかり有効活用することによって、回転の分かりにくいサーブであったり、すごい切れてるサーブを比較的簡単にレシーブすることができます。そして返したボールも表らしい変化がついてくれるんで、相手も打ちあぐねてくれる、いわゆる一石二鳥ですよね。裏ソフトに比べてラバーの引っかかりもやっぱりやや少なめですし、それが回転の影響を受けにくいことにもつながっているんですね。なのでレシーブのために表ソフトを使用してもらうことは全然ありだと思いますし、そこから新しい自分の特徴であったりレシーブ技術を生み出すこともできますので、こちらが3つ目のメリットの方になってきます。次は縦目の表ソフトを使用する上で意識していただきたいことですね。こちらの方を解説していきたいと思います。その1つ目のポイントとしては、ラバーの癖をある程度理解してもらうということです。これは裏ソフト、横目と違う部分ですよね。やっぱり引っかかりが少なく、粒がちょっと小さめな分、ボールを取った時に滑りが生まれたりとか、思ったところにボールが飛ばないこともあるんですよ。例えば自分の普段練習している環境と違うところで打った時、あとは湿気が多い日ですよね。そういった時に、あれ、いつもとボールの飛び方が違うぞと思う時はあるんですよ。それを理解してもらうということですね。それを理解せずに縦目の表を使って、いざ試合になった時に、あれ全然入らない、どうしたらええねん、普段は入ってんのにと思ってしまうと、正直そこだけ考えすぎて試合に負けてしまうこともありますので、縦目の表ソフトはそういうラバーなんやっていうことをしっかり理解しておいてもらうこと、これはもうラバー1枚1枚ですよね。縦目といっても森下 SP であったり、ブースター EV であったりいろんなラバーがありますので、そのラバー1枚1枚の特徴をちゃんと理解して使ってもらうことが大事になってきます。そうなってくるとラバーの変化に自分がやられてしまうということも起こりかねないので、注意していただきたい部分ですね。2つ目のポイントとしては用具との組み合わせを気をつけてもらうということです。縦面の表ソフトの中では、いわゆるジャジャウマラバーと言われるラバーもいくつか存在するんですよ。そういったラバーにカットび系のカーボンラケットとかを組み合わせてしまうと、それこそ誰も扱えないような用具になってしまう可能性も全然あるんですよ。そこをしっかり考えてもらうことですね。そういった用具でも扱いきれる技術力が自分にはあるって思うんやったら、それを使っていただくといいですし、逆にもうちょっとボールに安定感が欲しいと思うのであれば、木材系のちょっと安定するようなラケットを使ってもらうとコントロール性が上がりますし、そこの組み合わせをしっかり考えてもらうことです。それを何の考えもなしにこのラバー使いたいから使うっていう風にラケットとの組み合わせを何の考えもなく選んでしまうと、正直痛い目を見てしまうこともあるんですよ。なのでこの用具の組み合わせ、ここにもしっかり意識を置いて選んでもらうということが縦面の表ソフトを使う上では大事かなと思います。これが2つ目のポイントですね。まとめとしてはやっぱり一番表ソフトらしさを引き出せるのは縦面の表ソフトだと私も思っておりますし、表ソフトを知りたいと思っている方にやっぱりおすすめできるのは私も縦目の表ソフトです。ただ大事にしていただきたいのは縦目というところだけで一括りにしないということです。縦目といっても変化系に近い縦目もありますし、逆に回転がしっかりかかってくれる縦目もあるんですね。そのラバー一枚一枚の個性をしっかり見てもらうことが大事になってきます。そしてその個性を生かすためのラケットとの組み合わせであったり、自分の技術と相談ですね。自分の技術力であったり長所特徴を理解しないと用具選びってなかなかできない部分があるので、ただこのラバー良さそうやからこれ使ってみようとかいう風に決めてしまうのではなくて、自分の特徴はこれや、この特徴を生かすためにこの用具を使おうっていうのをちゃんと決めてもらうことが必要になってきます。そして練習のための用具選びをしないことです。練習がすごい打ちやすいやりやすいからこの用具を使おう、間違いではないですけど、それと試合がどんだけ共通しているのかという話ですよね。練習打ちやすいからといってそれを使って試合でラリーになった時にずっと狙い撃ちされ続けるんやったらその用具を使う意味ってあまりないですし、逆に練習はちょっとやりにくくても試合になったら相手に取られへんボールが出てくれる、だったらそっちを使うことも全然ありだと思うんですよ。なので何を求めるかです。ラリーを求めるのか、一発を求めるのか、球質を求めるのか、安定感を求めるのか、そこまでをしっかり追求した上で用具選びを行ってもらうと、試合での結果にもつながってきますと思うので、簡単に決めつけないこと、そして説得力はないんですけど1日2日とかで用具を変えないこと。用具の本当のいいところ悪いところってやっぱりすぐ分かるものじゃないんですよ。最初ちょっとあかんなって思ってもそれこそ1ヶ月2ヶ月我慢して使い続けることによってこういったいいところがあるんや、逆にこういうところがあかんのやっていう新たな発見も生まれますので、簡単に決めつけないこと、そして自分で使うって決めたらそれを使い続けることですね。本当に説得力ないでしょ。ただでも大事な考えなんですよ。やっぱりコロ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 用具をそれこそ1日2日で変えちゃうのはあんまり良くないです。使うんやったらしっかり使い続けてその用具の良さをちゃんと引き出してあげる。その過程の中でラケット変えたりするとか厚さを変えるのは全然いいんですよ。大事にしていただきたいのはその用具のことをちゃんと知ること、そして自分の特徴とか求めるものをちゃんと引き出せる用具にしてもらうこと、ここが全てです。そこを説得力ないんですけど忘れないようにしていただきたいですね。この動画は私個人の意見であり参考程度にご視聴ください。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。